こんにちは。一級建築士、インテリアコーディネーター、宅建士の金黒です。過去の動画で、重要、ローコスト住宅、失敗しないポイントという動画をアップしていますが、その中で、担当者との出会いが、ローコスト住宅ではかなり重要なポイントということをお伝えしました。担当で出来栄えが大きく変わる住宅ですが、今回は住宅選びで成功するために、満足な住まいを手に入れる確率を上げる方法をご紹介します。不動産や住宅で満足の住まいを手に入れたいと思っていらっしゃる方にとってお役に立つ情報です。ぜひ最後までこの動画をご覧ください。またこのチャンネルでは住まい作りにお役に立つ情報をこれからもバンバン配信してきますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは不動産や住宅で満足の住まいを手に入れる確率を上げる方法をご紹介します。ローコスト住宅の場合は、特に設計は営業担当が基本の図面を作る会社がほとんどなので、住宅の満足度合いに担当者との出会いは大きな影響が出てきてしまいます。私は木造住宅最大手と鉄骨住宅最大手のハウスメーカーで働いたことがあったり、こだわりの工務店で設計の仕事をしたことがありますが、現在はローコスト住宅会社で住宅の営業の仕事をしています。昨年は26棟お手伝いさせていただき、過去にはたくさんの住宅を建ててきましたが、住宅の仕事をしてきて一番重要に感じるのは、出会いや縁はかなり重要だと感じます。正直他の住宅会社の図面を見せてもらうこともよくあったり、同僚の図面を見ることもよくありますが、完成したら図面では分かりにくい広さの感覚で、出来上がってしまうとかなり窮屈な空間になりそうだと感じたり、使い勝手が悪い提案だなと感じたり、少し手を加えればぐっと見栄えがするのになと思うことがよくあります。設計一つとっても出会いで住宅が変わってくるところが注文住宅です。不動産との出会いや住宅会社との出会い、そして担当者との出会いなど、すべてが偶然の縁で住まいの良し悪しが決まってしまうと言っても過言でないと思います。縁や出会いで大きな方向性が決まってしまう住宅で、より良い住まいを手に入れるためには、ある程度は嫌われない世襲になる必要があります。なぜ嫌われない世襲になる必要があるのかということですが、売れてる住宅会社や売れてる担当者は支持される理由があります。例えば私の場合だと、昨年26棟お手伝いさせていただきましたが、正直なところこなす仕事量としては限界を感じました。土地を探したり、間取りを書いたり、見積もりをしたり、仕様や設備を決めたり、色決めしたり、住宅ローンのお手伝いしたりと、現場管理以外は一人でこなしています。おかげさまでお施主様や不動産業者様、協力業者様などからの紹介が約半分ぐらいで、残り半分は資料請求やモデルハウスの来店予約のお客様ですが、最近は仕事量がこなせないので、資料請求は他の人に対応してもらっています。毎日忙しく仕事をこなしていますが、なぜか忙しい時ほどご紹介を多くいただくことが多かったりします。また今週は1年ぐらい前に対応させていただいたお客様が2組打ち合わせを再開したいとの連絡をいただきました。昨年はコロナウイルスの緊急事態宣言で一旦計画を中断されていたお客様と、ご出産で住宅の計画を中断されていたお客様の2組の打ち合わせをこの週末打ち合わせさせていただくことになりました。いろんな方にお声掛けいただき、毎日忙しく仕事をさせていただいています。一切電話や訪問活動などの営業活動はしていませんが、かなり慌ただしく仕事をこなしています。注文住宅の仕事をしていていいなと感じることの一つとして、相性が合う人やご縁を感じる人だけを対応させていただくだけで仕事が成り立つというのがいいところというふうに感じます。相性が合わないなとか縁を感じない人には、あえてこちらから接触する必要がないので、
自然にこちら側からフェードアウトしていき、相性の合う人や縁を感じる人だけに一生懸命提案させていただき、喜んでいただける建物を作っていけるところがいいところです。時間には制約があり、1日365日1日24時間、定年65歳までの限られた時間の中でお客様に喜んでいただけるような仕事をこなすためには、ある程度お客様を選択しないと時間が足りなくなってしまい、仕事が雑になってしまいます。相性や縁といっても、時間軸の中ではお客様の環境が変わったり、お客様の考え方が変わられる方も結構いらっしゃるので、1年以上前に接客させていただいたお客様が戻ってくるっていうこともよくあります。久しぶりに打ち合わせさせていただくと、以前打ち合わせさせていただいた時とお客様の態度がガラッと変わって、一気に信頼されて進んでいくことがよくあります。あえて聞いていませんが、多分一通りいろんな住宅会社を検討された結果、うまく進まずに戻ってこられているのではないかと思います。またおせっ様や不動産業者様や協力業者様からのご紹介の場合は、過去に私が対応させていただいた実績を評価いただき、ご紹介いただいているので、その期待を裏切ることはできません。どうしても仕事の優先順位としては、信頼されているお客様の優先順位が高くなってしまいます。私は多くの不動産業者様とお付き合いさせていただき、まだ不動産情報になっていない、これから分譲地として開発される情報や、今流通している土地の中でも地元でずっと不動産のトレンドを見てきて、これから住むのであればいい条件の土地をご紹介することができます。ご紹介はできるのですが、お客様にまだ信頼をいただけていない場合は、不動産のご紹介を躊躇してしまいます。おおよその計画をお聞きしても教えていただけなかったり、はっきりご予算を教えてくれない場合や、どんな住まいが理想的なのか教えてくれない場合や、要求や夢はたくさんおっしゃっても全然予算感が合っていない場合や、上から目線でおっしゃってこられると、いい不動産をご紹介することを躊躇してしまいます。お客様の情報を教えてくれないケースでは、住まいづくりのパートナーとして私を選択していただけないと、プロとして適切なアドバイスができなかったり、高圧的な態度でおっしゃられると、今後の打ち合わせはずっと指示を受けるだけで、次第に私も萎縮してしまい、こちらからの提案はだんだん発言しなくなってしまいがちです。またじっくり検討したいのですぐは結論を出さないと宣言される方や、他もたくさん見て決めたいとおっしゃる方も、限られた時間の中で仕事をしていると、私の中では優先度合いが低くなってしまいます。どうしても信頼してくださる方を優先して提案したり、時間を使うようになってしまいます。逆に言えば、住宅会社の人に満足の住まいを提案してもらうためには、普段満足してもらっているお客様を多く抱えている担当者を探し、その方を信頼しお任せするのが一番だと思います。今検討されているエリアの中に優れた担当者はどこかにはいるのではないかと思います。住宅会社としてはいい住まいを建てている住宅会社でも、担当次第で出来栄えは大きく変わってしまうので、住宅会社は気に入っていても担当者とうまくいっていない場合は、担当者を変えてもらうっていうのも一つの方法です。なかなか優れた担当者と出会うことが難しいかもしれませんが、その人の実績や担当現場を教えてもらうだけでも、優れた担当かどうかを見極める一つの判断になると思います。私の場合は土地の紹介から間取りや見積もりや使用決定や色決めまで一人でこなしていますが、中には営業だけに専念して設計や色決めなどはプロに任せて、住まい作りをうまくコーディネートするタイプの方もいらっしゃいます。強いスポーツチームにはいい選手が集まって、組織としてうまく機能していて常に勝っているのと同じように、いい住宅を建てるためには、売れてる住宅会社で売れてる担当者を探すのが満足の住まいになる確率が高くなると思います。住まいをうまくコーディネートする担当者は能力が高く、売れてる住宅会社は組織として現場監督や職人さんまで
組織としてうまく機能していて売れてる住宅会社になってるからです。確率論から考えると、その地域で売れてる住宅会社で売れてる担当者を探すのが満足の住まいになる確率をぐっと上げる方法だと思います。今回は不動産や住宅で満足の住まいを手に入れる確率を上げる方法をご紹介しました。これからも住まい作りにお役に立つ情報をバンバン配信していきますので、チャンネル登録やツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは。